さん。おあらあらあかん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 あえー、じゃあひそかさんそっから流れてきたんだ。うわ滝の方にひそかネックレスだ。ひそかがつけてたんかあれ。うん、こいつはなんでこんなサイコメトラエイジみたいな感じなの。みんな見失ってるし、もう拾えよ、ほんでそれ全部全部全部なくなって全部なくなってる。歌聞こえる。もや回避できる。はは はあ、もうリードつけて、これリードあんま離れへんように。どこ行きゃいいの。さっきのお寺かなかな。進めばいいかな。まあまあ、あいつはあのだってあの寺神社、あれこっち向いたな、やしろ入ろうとしてたもん。なんかこっちチリンチリンって、うんうんうん、なんか声聞こえるんやけど。仲良く遊んだ。遊んだ。ピッ、濡れガラスやの。濡れガラス、へそが、へそが濡れガラスやな。濡れガラスしてるわ。おわおおおお、あれ、え、何あれ、マイナスドライバーいや、エイリアな。あー、ダメ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 、あかん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 、踏み直す、あかんって、うわバカじゃないの、あれ、それ どっちの意味それ。幽霊だったってこと。うわ、うわ、マジ早っ、はやってもたんや、隅の風まったく。いやーかわいそう、たまらんもん、なんでこれ、つらい。ボスじゃん、ボスや、じゃあボスや。あーしまったよしよし、もう食らえ、迷惑かけんなよ、なんかの攻撃はタイミングよく B で回避できるですよね。あなんで B って何。 B はこれ下の方のボタン。うわぁ、もう、こいつぁ。いつね。よし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 。あぁ、外した。え、え、ワープするんや、多分。うわぁ。あぁ、よっしゃ。何してんの。あ、振り向きが。あぁ、これ以上進めない。あぁ、見えない壁のパターン。あぁ、L で構えようとしてしまう。この儚い FPS のFPS。 はい、あ、え、ダメか、あた、顔じゃないんや、持ってるあのナイフ。あ、そう、手元が、手元にマーカーがあるから、これかロックオンしとくといいんじゃない。ロックオンって L やんな。 L かな。おい、どこ、おい、どこ、おい、おい、おい、え、そいつやったっけ。あ、そいつや、あれ、え、そいつ、あれ、血ない、え、血出てないよ。え、どういうこと、え、怖っ、なに、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、傷治ってるやん、どういうこと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 、え、どういうことよ、お前、場外から卑怯やぞ、ほんまや、うわぁ、やめなさい、やめなさい、やめなさいって、やめて、やめなさい、うわぁ、もう何してんのよ、もう、脳をかっきったら、クラウンや、こっち、何回も見せんなよ、あー、これ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 、あー、ダメなんだ、体力結構減ってる、まだいける、まだいける、まだいける、まだまだいけるよ。ロックオンできる？よしよし、オッケーオッケー。これで待っとけば。オッケー。あーあー、惜しい。遅かったから、やばいの。体力回復したい。回復しよ、回復しよ、回復しよ。水飲もう、水飲もう。水飲もう。水飲めん。水飲めん。あいだまいだ。ああ、いけるいける。ああ、ごく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 。火使ってる。火使ってる。違う。火使ってる。水も飲もう。水も飲もうね。うん。落ち着こう。落ち着こう。罰連打で回避？お、入ったんじゃない？攻撃してくる瞬間に罰なんじゃないかな。何よこいつ、でももう嫌やわ。もう、うわ、もう首の向きが。来いよ。まだ胴体と頭くっついてるからもう。ああ、今ペケ出てたな。ああ、
もっと切らないとみたいな風に思ってんのかもしれん。そこで、おーしゃ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 、あー強えわー。お、触る触る、一緒に釣ってる。もう迷惑なやつ。もう姫野さん、可愛かったのにな。あもう、うわ、見つけてしまったんや。見つけてもたんだ。さっきもう死んでたってことや。さっきのメモみたいに。ああ。ここなら死ねる。ほらもう死んでたんや。あ、それを見て。あら。あ、え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 、かわいそう。え、そういうこと？かわいそう、かわいそう。かわいそう。レインに言われたんや。嘘、かわいそう、これはかわいそうだな。それはかわいそうよ。なんか呪われてたんだ。うわー、マジ、めっちゃかわいそうや。やめてよそんな。あー、そこでさっきの、あ、うわ、はるか見つけた。なんちゅうこっちゃ。あれ、まあクリスティーン。いきなりや、いきなりですね。部屋が汚い。クリスティーン。部屋が汚い、はるかクリスティーン。クリスティーン。え？うわ、濃いやつ来た。ものすごいコントローラー揺れとる。溶ける？溶けるのです。は？近い。読み濡れ。読み濡れ。これは読み濡れ状態になる攻撃をしてくる。読み濡れ状態になる。読み濡れ状態。減り続けます。マジか、読み濡れ、マジか。え、なんで走ってんのこれ。すべての怨霊を倒すか、清めの炎で消せる。はい。あ、どうカウンターチャンスがない。ね。もう、じゃあもう炎でもバーってやっちゃったら。あ、めっちゃいる、めっちゃ減ってる。あれ、もう寝ちゃおうか。もう寝ちゃってもな。濡れ。清めよ。いや。あれ？あれ？使ったよな。あ、でも体力減らんから。なるほどなるほど。あ、雑魚敵や。あ、違うか。カウンターチャンスがなんかなさそうやろ。うん。もう3つぐらい取られてたら取っちゃった。どういうこと？おうおう、うんうん、いいよいいよ。いいよいいよ。うんうん、いいよいいよ。おいよいいよいいよ。おお、大ダメージちゃうか。もう使いまくってええんかな。ヒールもな。おい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 、起きてきた。おい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 、いいよ、甘いよ。いいよ、ミステリアスな感じ。いいよ。じゃあちょっと仮面取ってみようか。取ってみようか。仮面取らずに脱いでみようか。よーしよーしよーし、甘いよ。いいよいいよ。ああ、いやいや、梅ちゃん。梅ちゃん、梅ちゃん、梅、誰前。つかみかかってきてからシャッター余裕でした。またパチパチ言ってる。え、ほらほらほら、怖い怖い。ほんまやほんまや、パチパチ言ってる。え、何なんやろな、この現象は。どこがパキパキ言ってるの。オレンジがパキパキ言うの。よかった、オレンジで撮るんじゃなくて。オレンジがパキパキ言うのめっちゃ怖いねんけど。家パキめっちゃ怖い。おお、部屋パキ、濡れパキ、濡れパキ、濡れパキ、清めよ。濡れパキめっちゃ怖い。濡れパキ状態やばいから、清めよ。うん、怖っ。どっちやこれ。ああでもあいつもおらんくなったから、もう帰ってんか。しゃあないね、死んでもうたもんな。あ、助けられんかった。こっちどうだよな、多分な。え、拾う、ん、何が落ちてんの。あ、メモ、よう見つけたな、ね、気付けよ。おお、うん、霊場だった。お、一人で死ぬはずがない。はるかが一回見た、え、見てないか。うん、
トラ、え、誘われやすい気質。はあ。うん。なるほどな。いやー、かわいそうやったな、今の子。これは？これ違う。それ大きい葉っぱやな。大きい葉っぱやな。うん、小人さんが傘にするやつだね。お。なあ、ファンシー。あ、びっくりした。おらんよな。山を降りるって書いてるな。ああ、こ、え、あれ、あれ、ん、あれ、どこ、お、お、まあまあそっちの方向でいいんじゃないの。降りてる感あるよね。うん、降りてる感ある、うん、ほら降りてる感ある、降りてる感ある、あるある、下ってる感はすごい。ほらさっき、うん、やばいやつあったとこや。あー、まだ来るの、もうええやん。死んだて、へそ、へそ、え、なにこれ、え、うわぁ、あー、えぐー、うわ、もうめちゃめちゃやん。帰ろう。あの縄が全部防いでんのかな。うわ、もうマジか。いや、もう死んだ人たちが流れてくるんや、上から。こいつ、すっきも、おお、さっきの巫女いっぱいおる。目やられてんのかな。目やられてるから、あの布を。帰ろ、もう帰ろ、ね、もう帰ろ、帰ろ。ミウタソ、ミウタソじゃないのか。密かに人探しをいらっしゃる少女クミの子は、ユーリが見た彼女の死の間際の光景、そこに、あ、これは、あれでなんて読んだっけ。冬、冬、ふ、うん、冬、冬日と、冬日、ひみの冬日や。あ、そういうこと、うん、とうって氷見の冬、氷見、の冬か。 あれなんて読めあれ、身につけていたなんとか玉、どれどれ、と、とん、なんや、とんぼ、とんぼってあんな感じじゃなかったかな。しかしか近いような気がする。とんぼ、とんぼ切りっていうね、刀が、刀があるんだ。とんぼ切りって槍じゃなかった、槍だったっけ。戦つの、ほだ戦つの、おおお、ホンディ、ホンディ、あれ結構サクサクいけてんじゃん。あれ、いけてるね。え、いけてる。あ、レンかー、やる。あ、交代していく感じね。あ、そうか、もうなんか安心しきってたけど。うん、レンは別にな。あ、そういう感じか。9万ポイントもある。めっちゃあるやん。ね、めっちゃあるやん。これ買ってみようか、じゃあ。いいね。うんうん。1枚500ポイント。ああ、ああ、高っ。ちょっと10枚ぐらい。うんうん。ここ、ここ一番でね。うん。ああ。いらんかな。いらんかもな。いや、まあまあ、でも10万ポイントあるんやったら。他にだって使うとこあるの、うん、いや、今のところは。ないんやったら持っててもいいんじゃないの。ちょっとこいつをまず買おう。弔い写真、弔い写真、北条さん、レンね、レンね、北条レンね、作家さんだ、祭りのように少女、え、殺してたという記憶に、 あのだから後ろからブスってなんか刺して、あー、あれレンだ、じゃないの。片見由来者レンは弔い写真を収めた写真帳を受け取る。そこには夢と同じ祭りの光景が収めた、でもさらなる情報を手にした目、なるほどな。名前がもうすごいの、鏡屋ルイ、ルイね、ルイネア、出版目、ワン、ツー。やる？やる？やろうか？いやいやいや、じゃあやる。ちょっとやってみ、やるやるやる、やるよ。あお、かわいいあの子。ひげの男を扱うのには竹取るから。かわいいね。あ、うわ。そんな勢いよく開く？あ、この人殺しても、あれ、フミノフ？でもフミノフは確かに髪型は似てたんよな。あれ誰や？ちゃうか？一緒に終わってくれますか？違うか？声結構オーバーハン。うん、やったね。この子可愛いな。この子可愛い。女で大手？
いや女やろこれは。綺麗だけどなんだか悲しそうな人ですね。声は男の子だね。こういうタイプの女の人苦手じゃなかったんですか。でも完全に女でしょこれは。え嫉妬してるってこと。だから こんなにしてるみたいな。おいおいおい男っぽい。いや男ちょっと膨らんでんじゃないの。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか。その場所へ行こう。黒沢ひそか、うん、ひそかさんいらんからな。もうほんまや生きてたらええけど美形すぎへん。うんせやな。え遮影器を持っていきますか。みんな持ってんの。まだ使ったことはありませんけど試してみる。さっきからめっちゃお腹鳴るわピザ食う